イクミニチュアコレクション1,7300円。今回ねフルコンプしたんで一個一個見ていきます。はい、で1個目に当たったのがグローフルールチックス BO2 です。でね、まずはねミニチュアも見るんだけど、結構ねこれはいいです。でね、何がいいかっていうと、シールじゃなくてちゃんとねプリントでキャンメイクって入ってんの。裏面はね見るとねこんな感じになってる。で次はねチークを見ていきます。裏面を見るとねまあこんな感じでなんかねちょっと透けてた。でまあこれのね何がすごいかって、やっぱりこれ開くんよ。これこれねすごいよ。でねこれねチークのとこ見るとわかるけど、マジでね再現度めちゃ高えって。実際にこのねチーク部分触るけど、なんかめちゃねなんかサラサラしてる気がする。これの取り外しはマジでね、あの知らんかったけどすげえよ。じゃあねサイズ感はこんな感じだけど、やっぱりねクオリティがすごいよ。でね音聞いて、いやこういうね結構ねしっかりロックされるのもめっちゃポイント高い。で嬉しいのはこのシール付きっていうのがねめっちゃいいよね。これも本物にそっくりなる。はい、で2個目に当たったのがグローフルールチークスの BO1 です。でまあこれさっきと色違いにはなるけど、やっぱりねクオリティがめっちゃ高い。で一応これがね BO1 と2で比較するんだけど、やっぱりねいい。裏面のねシールもねちゃんとね BO1 と BO2 で違うのも良き。いやチークめっちゃ可愛いから絶対当ててくれ。はい、次に当たったのがカラフルネイルズ N19 です。ミニチャームだけど、さっきのチークと全く同じです。でねこれもねシールじゃなくてプリントされてんのがねめっちゃいい。でどの角度から見てもなんかね中がねぷっくりしてるように見えるのもめっちゃポイント。一応ね全体のサイズ感はねこのくらい。でキャップはね外せるかなって思ったけど外せない。でこれもねシールがちゃんとついてて、で実際に後ろつけるとこんな感じ。やっぱりねシールじゃないとことか中のね再現度とかこの入れ物もねすごいの。うん、これはいい。はい、で次に当たったのがカラフルネイルズ N28 です。でこれもね、まあ、さっきとは色違いなんだけど、この色もやっぱ可愛いぞ。まあ、さっきのチークよりはちょっとねボリュームは物足りないかもだけど、めちゃくちゃいいです。はい、で次に当たったのがムチブルティント02です。でねこれもねちょっとね油断してたわ。あ、後々ちょっと喋るけど、やっぱりね、まあ、外もねすごいいいし、ここの部分はねシールになってるから。でさ、ネイルはさ開かなかったんだけど、こっちはねちゃんと開くし、中もめっちゃリアルだった。やっぱりね300円で外だけじゃなくて中もねしっかり再現してくるのはねマジですげえぞ。はい、で次に当たったのがムチブルティント05です。でまあ、これもさっきと同様、まあ、この部分がねシールにはなってて、でね中身の色ちょっと見てくよ。でさっきとはねちゃんとね比較しても色がねしっかり濃くなってる。カプセルカラーは赤の方が濃いやつで、薄い方が薄いやつです。でせっかくなんで中の色比較するね。でちゃんとね色も違うことがわかるし、やっぱりこれめちゃいいぞ。は
おいでラストがマシュマロフィニッシュパウダーも。でね、今回ね、このミニチャームがパフになってんのがね、めちゃくちゃいいなって思った。もちろんね、本体のクオリティもめちゃくちゃ高いし、側面の再現度もすごければ裏面もまんまでした。で、これもね、シールがついてて、もうつけたら本物です。でね、こんな感じでね、マジでミラーとしても使える。でね、パウダーの部分はね、まあ、そこまで正直ね、クオリティは高くないよ。でね、これやべえと思ったのが、開けると中にね、見て、パフを入れれるんよ。いや、本当にね、マシュマロに関してはミラーもついてるし、中も収納できるのがやべえよ。はい、ということで10段階評価ですが、これはマジで回してほしい。うん、もう今後の化粧品ガシャポンの道筋となる 10？ はい、ということで早速ですね、転売屋による転売が始まってます。みんなね、必ず見つけて回すんだよ。うん、いい。